るかです。イラストレーターと絵描きです。お花を見ている時もそうですし、あ、この雰囲気いいなとか思った時へのアイディアが浮かぶことが多いです。下書きとか、スケッチをしに行く時とかはタブレットの状態が持ちやすいのでよく持ち歩いてます。大まかな構図を考えてラフスケッチを描いているところです。紙に書いてそれをスキャンしてパソコン上で作業するっていうのが多いんですけど、サーフェイスだとこのまま下書きのまま本書きに入れるのですごく作業がスムーズになりました。部屋でずっと作業をしているのでこうして外でスケッチをするのはすごく気持ちいいです。ペン先キットは芯の硬さが選べるので細い線を描きたいときには硬い芯、ラフとかで柔らかい絵を描きたいときは太い B とかの芯を使っています。お尻が消しゴムになっているのでひっくり返すだけで消しゴムになるので多用しています。ペンタブレットだと画面を見ながらこっちで描くっていう感じだったんですけれども、サーフェイスだと紙に鉛筆で描くみたいにモニターに直接描くことができます。昨日あの後ラフをまとめまして本番の線画を描いているところです。大きく表示して細かく描いていきます。先は 2H を使っています。細い線を描くときに描き味が硬いので描きやすいからです。サーフェイスペンは筆圧感知も優秀ですし画面との摩擦がすごい心地よいので描いててとても楽しいです。これから着色作業に入っていきます。ディスプレイに手をついても全然そこの触れた部分以外は感知しないのでペン先だけで反応して線を描くことができるので描きやすいです。ちょっと今色を迷ってしまったので旦那に聞きに来ました。白か黄色か白。サーフェイスブックの色がとても綺麗なので発色がいいのでそのまま印刷に出してもいい色で印刷されてきます。そうですね、これで完成です。サーフェイスブックは紙に鉛筆で描くような感覚でそのまま描けるのがすごいいいなと思います。薄くて持ち運びもしやすいですし本当にいろんなところに持っていけるのでいろんなところで絵を描くっていうのはまたとても楽しいことなのですごく役に立つ一台だなと思います。